レジェンドイーブルのシリーズをですね、任天堂 3DS で皆さんに遊んでもらいたいということですね。これは、完全オリジナルです。ゲームとしてそこに秘められた謎であったりとかですね、もっともっと探求してみたいっていう部分っていうのがきっと出てくると思うんですね。それまで意識しなかった奥の壁の奥に何があるんだろうとか、このタンスの奥に何があるんだろうみたいなことっていう意識させることができると思うんですね。本当に映画を見るような、映画で 3D を見るような形の表現っていうのをしてますんで、より緊迫感を煽るとかですね、どんどんねゾンビがたくさん出てきて、その奥にまたゾンビが出てきたっていう、あもっと早く撃たなきゃっていう気持ちになるとかっていう部分が、よりその 3D によって焦らせるっていうかですね、ゲームをもっと面白くすることになるんじゃないかなと思いますね。今まで、いろんなレジェンドイーブル作ってますけども、レジェンドイーブル5のようなですね、本格的な形で、皆さんにお届けしたいということでですね、ゲーム作ってます。ぜひ、会場で楽しんでもらえたらと思います。